皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2024年1月10日に行われた、第95期ヒューリック杯棋聖戦、二次予選、大橋貴洋七段と、斉藤祐也四段の一戦をお送りするよ。さて、決勝トーナメント進出を決めるこの将棋、大橋七段は二次予選から登場し、南九段を破っての本譜、斉藤四段は一次予選から登場し、小林七段、小森五段、増田裕二六段、大石七段に勝ち、満を持しての二次予選決勝だ。では、早速お互いのプロフィールを確認しよう。まずは後手の大橋七段。1992年9月22日、和歌山県新宮市出身、初志和春七段門下の31歳、今期竜王戦3組、順位戦 B 級1組、一般棋戦優勝2回、派手な見た目、華やかな棋風と裏腹に、その性格は至って真面目。同期で全ての話題をかっさらう。某竜王名人に負けてたまるかと大奮戦。数少ない、大将棋聖人勝ち越しをしている一人よ。戦術の通り、躍動感ある華やかな将棋も特徴で、居飛車振り飛車両方を使い、深い研究、力強い力戦、あらゆる状況にマッチした、総合力も魅力だな。本日は後手、まずは先手の出方を見るのかな？それでは続いて、先手の斉藤四段。1997年5月29日、三重県桑名市出身、杉本正隆八段門下の26歳、今期竜王戦6組、順位戦 C 級2組、2022年10月のプロ入りと、歴は浅いながら、アベマトーナメントで、高段者を相手に、思い切りのいい将棋で立ち回ったのは記憶に新しく、先手での動き中、後手での三間飛車、たまに見せる四間飛車と、ゴリゴリの振り飛車等、むしろ、相手も振り飛車だろうが、居飛車に妥協するなんて絶対しない。絶対飛車は振りますマンだな。本日は先手、出るか宣言振り飛車？もはや代名詞、初手を筋好きに注目だ。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、斉藤四段、マリサが後手、大橋七段だぜ。それでは、お願いします。さて、注目の初手だけど、私が先手の時は、いつも通り。5六歩、5筋をついての中飛車宣言よ。ほほう、相振りを嫌がる棋士が多い中、率先して振り飛車宣言し、絶対譲らない意思表示か。いい度胸してるじゃないか、気に入った。3四歩、真正面からぶつかってやろうじゃないか。5八飛車、宣言通り、中飛車確保、来たな。8四歩、相振りを避け、対抗形に持っていこう。5五歩、天王山で角を遮り、交換を防ぐ。6二銀。7六歩、中央に支えを増やし、睨み合いの構図にしてから、4二玉。局面を固定し、王様を囲いに行こう。4八玉。では、しばらく駒組みよ。3二玉。3八玉。4二銀。2八玉。ある程度王様周りの形が見えたところで、8五歩、飛車先を伸ばし、装填を作る。7七角、当然、角を上がって飛車先を止める。7四歩、攻めの基本、右の銀桂の出撃準備。後手が戦闘準備を進めているので、6八銀、負けじと私も攻め駒を用意よ。7三銀、早くリビンでの速攻を匂わせる。おっとこれは、5七銀、後手はじっくりする展開を望まず、速攻による早期回戦になりそう。固く囲って殴り合うのではなく、ふわっとした陣形に、バランス重視の連携、重厚さよりも、軽快さが求められる展開ね。6四銀、その分、バランスを崩すと一気に決まる。6六銀、リスクと隣り合わせの展開だな。1四歩、美濃の急所、端に伺いを入れる。当然、1六歩、挨拶を返してスペース確保、それを見て、3三銀、上部に厚みを作る、矢倉形に進む。5四歩、飛車先に先制し、交換よ。同歩。同飛車、傷を埋めるのを保留し、上部進出を優先。4四銀、両方の銀を繰り出す、かなり攻撃的な態度だ。5九飛車、閉じ込められる前に自陣に引くわ。5二金右、中央にバリケードを作り、厚みを増そう。4六歩、後手の左銀に牽制を入れるわ。7三桂、睨み合いの装填に加勢を入れる。さらなる跳躍が角にぶつかるため、先手は左銀をむやみに動かせないとともに、先制攻撃の大きな拠点となるぜ。5四歩、隙間に歩を垂らし、足がかりにする。
4に金上がる。重要なのは、争点の数で勝ること。3八銀、ゴングの前に、自陣を整える。どうやら先手も、戦いの時は近いと見ている模様。前線が睨み合い、あとは9筋を残すぐらいだが、対抗形の反対側ということもあり、個人的には、間合いを図る以外では、重要度は低いと見て良さそうだ。特に、私から急戦模様にしている以上、これ以上手をかけ、先手に体勢を整えさせるのは下策だ。私としても中央の増援に駒を割きたいかな。左のスペースは金が補ってくれているし、中央という、明確な争点がある以上、後手の2枚銀に対抗するため、右銀を向かわせるのもありだよね。が、その右銀は先手玉脇にいるので、争点での駒数、攻撃の権利は私にある。先手が増援を送る前に、棋戦を制し、6号桂、狙いの桂跳ねで、ゴングを鳴らそう。6八角、8筋に利きを残して角を引く。8六歩、歩が消えれば、桂頭に打ち込めるぜ。同角、角で取り、飛車の走りを防ぐ。先手の攻めは、飛車を軸に、中央突破でのねじ込みを狙っているので。5七歩、その狙いもろとも封じ込めてしまおう。7七桂、歩を支える、桂馬を排除に向かう。同桂なる、取り合えば、角銀どちらかは下げられるな。同銀、8筋は開けられないので銀で取る。ここぞとばかりに、5五銀左、両取りの桂打ちを避けつつ、中央を抑える。2六桂、銀がダメなら角金両取りに脅しをかける。4四角、こちらも避けつつ、美濃の退路に睨みを入れる。4五歩、そのドタマに当たりを入れるわ、何のこれ式。3五角、避けながら5筋の歩に紐をつけるぜ。6六銀、銀を交換できれば、5三にねじ込める。5六銀、もちろん応じず、隙間に潜る、ぐぬぬぬ。6八金、歩を支え、銀の侵入を防ぐわ。さて、2枚銀が功を奏し、先手陣に取り付けた。対して先手の攻めは、拠点こそあるものの、肝心のねじ込み要因がなく、これから始まる終盤戦、私が波状攻撃を仕掛ければ、反撃の猶予はわずかしかなさそうだ。よし、潮目は私に傾いている。この気を逃す手はない。1号歩、裏口からも攻め込み、一気に決めてしまおう。同歩。1筋を間延びさせ、すかさず。4六角、角を飛び出し、先手玉をラインに収める。3九金、金駒を寄せ、自玉周りのスペースを潰す。3六桂、美濃攻略の必殺技、小銀攻めだ。1八玉、端に逃げて我慢をするわ。8六飛車、前線から遠い飛車を切り、攻め駒補充。4九飛車、飛車を狙う手をかわしつつ、角に当てる。7六飛車、元から切るつもりだった飛車、ここは思い切り。7七歩、銀も道連れにすれば十分だ。6六飛車、ここで飛車を取っている余裕はなさそうね。4六飛車、角を排除し、桂馬も刈り取ろう。4八銀、桂馬の利きを使い、駒をねじ込む。3六飛車、桂取りのその先、後手玉を目指す。3九銀ならず、果たしてその攻め、私に届くかな？3四桂、間に挟まる歩を取りつつ、金に当てる。1六歩、間延びした陣地に歩を垂らし、大老当選簿だ。2八桂、後手の打ちたいマスを埋めるわ、とはいえ。1五香、無情に玉頭を抑え、詰めろをかける。2六角、玉頭を守りながら後手陣に効かせる。それでも、1七歩なる、波状攻撃からは逃がさない。同桂。2八銀なる。同玉。すでに包囲は進んでおり。1六桂。あとは追い詰め、積むだけだ。積極的に主張する姿勢は素晴らしいが、速攻でペースを掴んだのが勝負を分けたな。桂馬の利きが強烈で、3九玉と逃げたとしても。以下、後手2八角、先手2九玉、後手1九角なる、先手3九玉、後手2八馬、先手4八玉、後手5八金、先手同金、後手同歩なる、先手同玉、後手6八飛車なる、先手4八玉、後手5八金までの詰み、包囲網が完璧すぎて、反撃の余地がないわ。2枚銀で中央を抑えられ、私の狙いは全て通らず、さらに、飛車も抑え込まれて完封されてしまったわ。まさに乾杯、この屈辱はいつか必ず返してやるわ。負けましたー。ありがとうございました。何もさせてもらえなかったわ。大橋七段、会心の将棋だったな。初手、私はこういうものですと言いたげな。名刺代わりの5六歩、先手5筋くらい取りに進み、
天王山の筆、中飛車側が回戦のトリガーを握る、そんな展開を目指したわけだが、居飛車側の右銀が駆け上がり、先に6号を取られると角頭を狙われるので、先手もそれに対応するという展開。あれ、先手の狙いはトリガーを握るはずだったのに。そう、主導権は完全に後手にあるな。囲いもそこそこに、戦闘が始まりそうになり、大駒の衝突を止めていた、天王山の歩が疲れてからは、一気に局面が加速していったわけだ。そして回戦の一撃も、後手が先制、と、桂馬に当てられた角は下がらざるを得ず。さらに、その桂先に歩を垂らし、先手の飛車が封じ込まれてからは、ほぼ後手のペースと言ってよく、大手が一度もかからない、完封撃となったわけだ。ぐぬぬぬ。そして最終盤は、美濃攻めのお手本で、大路を塞ぐための、間延びを誘う歩突き、そして美濃攻めの王道。各桂二枚による、王様の斜め上、いわゆる小瓶を攻めるパターンは、球威者の人まで覚えてほしい、大美濃の必殺技だぜ。角と桂馬の連携は、応用が多く、球威者だけでなく、段位者も意識したいところね。今回は大橋七段の干渉だったが、思い切りのいい振り飛車の棋風、とても好感が持てるし、応援していきたいな。これからのご活躍、そしてリベンジに期待だね。この結果を受け、大橋七段は二次予選を突破、決勝トーナメントに駒を進めたぜ。藤井キラーの大橋七段、番勝負に進んだ場合、どんな結果になるのか楽しみね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。